病気の話ですから。とにかく出してもらわないと動いていかないので、なんか1週間おきになんかバラバラと出して出してるところがあるようですけどね。名古屋市ですけどね。県民市民の皆さんも突き上げてください。新型コロナワクチンの接種券の配送が遅れていると強い口調で不満を口にする。大村知事。愛知県では3回目接種の間隔を2回目から6ヶ月に前倒しして接種を加速させたい考えですが。 接種率は昨日時点でわずか1.39%と低い水準となっています大村知事はその理由について高齢者の接種券の配送が遅れているからだと説明感染拡大を抑えるにはワクチン接種を急ぐ必要があるとして今後他の年代も含め接種券の配送を急ぐよう各市町村に対し配送の前倒しを強く求めました また市町村の皆様には、えー、接種券の発送をです、ね、前倒しで急いでいただきたい。